LED はあの極性があるのでぐる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 こうチラ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 こう。これがエナメル線ですね。エナメル線でコイルにコイル状に巻いたもんですね。フィルムケースとかね、あの乾電池なんか使って巻いたりするんですけども、このエナメル線の両端に、まあ、LED がこう接続されているということですね。でこちらにあるのがネオジウム磁石なんですけど、あらかじめですね、結構あのゴージャスにたくさん使ってみたんですけども、タコ糸でこう飛ばないようにねこう気をつけてもらって、ここであのいわゆるブンブンゴマですね、ブンブンゴマの原理でネオジウム磁石をですねこのコイルの近くでこうぐるぐるこう回すと、そうするとこれ磁界が強制的に変化しますんで、その磁界に逆らった電流がこう流れて LED が光るというね、そういう原理になりますね。そんなにはですね大きな電気が流れないので、あとこう近づけないと結構光ってるの分かりにくいんですけど、電流と磁界の関係だ演じ実験だったんですけど、あのコイルにね電流が流れる場合ですね、こっちちょっと無視してもらって、こういう電池かなんかつながっていてね、コイルのこの、ストック書いてある部分がちょっと手前になるようにですけど、こういう感じですね、いわゆるあのにぎにぎの法則ですよね。コイルこういうふうに 電流が流れた時に親指の方向、ね、青で N って書いてありますけどね、磁界はこっち親指の方向で、コイルをこんな風に全体ですね、コイルをこう、コイルを軸に考えるとこんな風な磁界が生じるとですね、まあ、こっちのお尻の方がね S 極になるわけですけども、この、これがまあ、あの基本の状態ですよね。コイルが作る、コイルに電流が流れた時に作られる磁界の方向であると。で先ほどあのこの磁石を近づけたらどうなるかって話ですね。でここに、まあ、LED 一応書いておいたんですけども、回路を閉じておいた状態、閉じた状態で近あの磁石を近づけると。で仮にこの、近づけられた磁石 の磁界がですね、こっちが N 極だったとすると、この N 極を遠ざける力、N 極と反対の極、つまり N 極を遠ざけるようにこっちが反発するようにですね、ここも N 極になるように、わざとこの近づけられて N 極に反発する方向に電流が流れて、まあ、磁界が作られて作られると。でこの N 極近づけられるとその N 極が生まれる方向に、それで反発してですね、反発する方向に電流が流れるということですね。また逆にこの磁石を遠ざけると、ね、遠ざけると、さっきとそれとも逆にですね、近づける遠ざけると逆にこう引きつける方向にまた逆の電流が流れると、いうことが起こるんですね。まあ、いわゆる電磁誘導、電磁誘導という現象なんですけども、実験ではね、あのこの LED ですね、あの青い LED がつながってたんですけども、電流が流れた時に、まあ、発光する。で近づけたり遠ざけられたり、ね、あのブンブンゴマの原理でぐるんぐるんって、ね、こう引っ張ってね、あの周期的に N 極、磁界の向きがくるくる変わるんですけども、LED はあの極性があるので、その決まった方向にね、電流が流れた時に発光するんですけど、それが断続的にぐる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 こう、あの磁界が変わって、チラ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 、こう、
キャッタリ消えたりということが見えるわけですね。あ、これは失敗例なんですけど、エナメル線にこう絡みやすくなるので、その間にアクリル板とかガラスを置くといいと思います。